このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は、美人キジトラのサボンは膝乗り猫、怒る理由に感動するということでですね、この子がサボンちゃんなんですけれどもね、横に座った瞬間ね、もう近づいてきてくれてますよね。でね、いきなり膝の上に乗ってきてくれたんですよ。もうこの子は本当に癒しの子ですよね。もうね、膝の上にいきなり乗ってきてくれるとね、思わずこういう顔になりますよね。嬉しそうでしょ、猫兄さん。で、顎の下触った時のこの顔、猫ちゃんもね、嬉しそうにしておりますよ。お互いがね、幸せな感じなんですけれども、今一瞬ね、甘噛みしようとしましたね。ちょっとね、愛情が激しいのかもしれないんですけれども、これだけ甘えたさんなんですけれども、動画の最後の方でね、怒ったりするんですよね。その理由がね、ちょっと感動するかなと思っておるんですけれどもね。撫でられの大好きな子ですね。この表情たまんないですよね。キャワワですね。いっぱい撫でさせてくれておりますね。癒しの時間ですね。今回のお店は大阪難波にある保護猫カフェ、猫のえにわさんです。もうね、膝の上に乗ってこんな表情されたらもうたまんないんじゃないでしょうかね。サボンちゃん本当に可愛いな。あー、たまらん。それでもね、たまにね、甘噛みしようとするんですよ。今しましたよね。ねえ、本当に人のこと大好きなんだと思うんですけれども、向かいの方でね、特別なおやつをあげてた方がいらっしゃったんですけれども、ね、猫ちゃんがどんどん集まってきてる中でね、サボンちゃんはね、膝の上にずっと乗ってきてくれてるんですよ。ね、おやつに目もくれず膝の上に乗ってくれるっていうのは本当に嬉しいですね。前回の動画の時でもね、結構甘えてくれてたんですよね。その時はね、もうお店に来たばっかりの状態だったんですけれども、その時もね、実は怒ってたんですよね。まあ、多分ね、愛情の裏返しなのかなっていう気もしておるんですけれども、サボンちゃん。首を上げてよ。たまらんな、これは。幸せそうな顔してくれるな。お、チャトラのピコロさんが来ましたね。この子はね、お尻トントンしてほしいんですよね。ね、お尻向けてね、トントン待ちなんですけれども、別にね、あの他の子を触ってもね、怒ったりはしないんですよね、サボンちゃんは。おそらく膝の上に乗るのが一番好きな子なのかなっていう気はしておるんですけれどもね。全然ね、なんか怒ったりとかね、してないでしょ。で、足をね、ちょっとどけてみたんですよね。そしたらちょっとそわそわしてますよね。体勢を変えて、でちょっと不満顔なんですよね、足をどけたことで。落ち着いてないんですけれども、まあまあ触るとね、戻ってくれたかなっていう気もするのですが。ね、気持ちよさそうな顔になってますよね。この赤い蝶ネクタイすごい似合ってますよね。またなんか一緒甘がみしようとしたな、この子。サボンちゃんのね、黒いラインがすごくはっきりしててね、本当に美人さんですよね。それではもう一つの方の足をね、どけてみました。どうなるかな。サボンちゃんが腕の方に寄ってきたんですけれども、一応ね、足の方は確認しましたよね。乗れないということで、どうする。お、あらあら、腕枕になりましたよ。これもたまらんでしょうね。あ、思った。今のはひょっとしたらお尻をカキカキしたからかなとも思うんですけれども、おそらくね、膝の上からね、どかされたということで怒ったのかなって気はしておるんですよ。
もうそれがね明らかになりますよ。まあ腕噛んでますよね。でね移動したんですよね、お兄さん。で私のそばから離れないでみたいな感じになったでしょ。で膝の上にまた乗ってくるということでね、尻尾はねブンブンと振ったりとかね、甘噛みしようとしたりとかしてるので、ちょっとイライラはしてるのかなと思うんですけれどもね。で膝の上から下ろされたから怒るってなかなかすごいですよね、この子の理由っていうのがね。もうずっとそばにいたいのかなーっていう気はしておるんですよ。里親さんが決まるとね、こんな感じで毎日癒してくれるんじゃないかなと思いますよ。甘噛みの方もね慣れたら多分ね減っていくとは思うのでね、これからが楽しみなね子なんですよね。だいぶね機嫌も戻ったようですよ。ちょっとね寝る体勢になってますよね。まあ愛情は激しいですがね、すごく癒しの子ですね。で実はねおもちゃでも結構遊べる子なんですよね。このホーマンボディがやばいですよね。本当に可愛い子だ。ケリケリってありましたね。皆様いかがだったでしょうか。サボンちゃん本当にね甘えたさんで可愛いですよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ猫のえにわさんでした。でしゃがむとねまた近づいてきてくれてね、膝の上に乗りましたよ。本当に癒しの子でしたね。